それではここで問題です。グロムの一体どこをカスタムしたでしょうか。それでは正解を発表していきたいと思います。正解はマフラーですね。森脇のマフラーに交換しました。シルバーで光り輝いておりますが、もともと純正でついたのは黒く塗装してあるのかな。あれはこの辺にね、なんかでっかいタンクみたいなのがついてるマフラーでしたけど、全体的にシルバーでね、綺麗ですっきりしましたね。こんにちは、二代目グロさんです。本日もよろしくお願いいたします。大変おめでたいことにですね、グロムの1年点検無事終了いたしました。まあまだ1年しか乗ってないんですけど、修理が必要な場所とかもないみたいで、まあ至って健康体ということでね、もう乗ってるグロさんよりもね、健康体ということで太鼓判を押していただきました。そしてですね、以前動画でもちょこっとお話ししたんですが、グロム1周年記念カスタムということでね、ちょっと手を加えて参りました。というかお店にやってもらいました。そこで今回はそのカスタムしたね部分のご紹介、変更前と変更後でどのように変化したのか、してないのかもしれないですけど、その辺をねちょっとお伝えしていきたいと思っております。それではね、早速エンジンをかけて音をね、違いを見てみたいと思います。マフラー交換する前にですね、一応音は取っておいたんで、それと比較をねしていきたいと思います。まずはエンジン始動時の音なんですが、こちらはマフラーの近くにね、GoPro をセットしまして、GoPro の内蔵マイクで録音した音になります。それではまずは純正からどうぞ。
続きましては、走行中のね、実際に乗ってみての感想というか感じた変化をね、お話ししていきたいと思います。まあ当たり前ですけど、乗ってても音の変化っていうのはバリバリに分かりますね。お店から受け取って一番最初にエンジンかけて走り出した時なんて、もうね、なんじゃこりゃって思いましたから、全然音は違います。当たり前ですけどね。音の変化は全体的に低音が強くなったイメージですね。エンジンかけた時からボン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 ってね、なんか鳴ってますね。周りから見るとどうかはちょっとわからないですけど、自分がバイクに乗っているとスタートからね、加速していって50キロくらいまではね、なんかそういう低音がいい感じで聞こえてくるんですけど、60キロとかまで上がると風の音なのかマフラーの音なのかグロムの振動している音なのか、もうよくわからなくなってきてしまうんで、50キロぐらいまでがね、なんか音が楽しめる感じがします。ちょっとね、ここ長い直線なんで60まで出してみますね。マイクだとどう音が拾えてるかちょっとまだわかんないんですけど、グロさんの耳にはね、なんかビーンって感じで風にしか聞こえませんね。なんかグロムが振動してる音もこれあるみたいなんですけど、なんかね、いろんな音が聞こえてくるんで、どれがマフラーなのかもうわけわかんなくなってます。そこで落としてくると低音がね、ちょっと聞こえてくる感じがするんですね。なので音だけをまあ楽しんで走るんであれば、50から55ぐらいでできれば、今日みたいに風の強くない日が大変望ましいような感じがします。マフラーを交換するとね、加速性能が良くなったとか、なんかパワーが上がったとか、そういうね、意見をおっしゃってる動画もあるんですが、ですね、ど素人のグロさんが乗りますと、その辺の違いは全く分かりませんね。実際にはなんかこう乗った感じの変化があるんでしょうけど、それよりも音の変化の方に意識が取られてしまって、乗りやすくなったとか加速が良くなったとか、逆にパワーダウンしたとか、そういうところまで感覚が回りませんね。まあ逆に言うと、音は劇的に変わるけど、乗った感じは初心者にはね、わからない程度の変化なんで、音と見た目のね、カスタム目的で交換するんだったら全然 OK ですねってことですね。まあ、ざっくりね、まとめてしまうと、乗ってて楽しいです。以前の純正マフラーの時もね、まあ、それしか知らなかったんで、十分ね、ちゃんとバイクの音をしてるじゃないかって思ってたんですけど、いざ変えるとね、全然違いますね。本当ね、なんかグロムじゃなくて別のバイクに乗ったような音ですね。音だけですけど、乗った感触はまんまグロムです。うん。まあですがね、音が変わると楽しいですね。実際今日なんてね、この動画撮影するだけだったら近くの野際公園とかでいいんですよ。何もむしろね、自宅でもできますよね。わざわざね、片道1時間40キロも走って、海岸沿いのね、ちょっと景色のいいところまで走ろうかなって思わせてくれるくらいには楽しい変化でした。まあお値段がね、ちょっとね、バイクに乗ってる方でしたらわかると思うんですが、お値段の方がね、ちょっと大変な金額でしたけど、まあまだね、グロム全然乗り換えるとかそういう気はないんで、これからもね、当面乗っていくことを考えればいいカスタムだったんじゃないかなと自己満足ねしております。それではね、今回の動画もこの辺で終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。海綺麗ですね。チャンネル登録やコメントなどもぜひよろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いいたしましょう。次回はね、天気が良ければ
ツーリング動画になると思います。ぜひご視聴ください。それではね、へっぱなー、バイバーイ。